片山虎之助君の質疑を行いますはい片山君それでは質問を始めます紹介発注のは、ね、質問時間が短いもんですから委員長の配慮いただいてるんですよだから毎回細切れになるもんですからね今回はまあおとついの質問の続きというのか補完中のかそういうことをやらせていただきたいと思いますまずはアベノミクスですけれども お言いましたようにね、マーケットの、えーまあ、支持を受けて、国民の気持ちに沿って、大変順調ですよね、効果が出てますよ、やっぱり経済とか景気っていうのは気分、気持ちですね、元気の問題で、そういう意味ではうまく乗ってると思いますよ、今はしかしこれが乗れなくなったときですよ、期待が変わったときが私は大変心配なんですがね、しかし今のところは大変な威力がある。 例えば株高はですね、この間の昨日かおとついかの東証では1万1150円ですか。あの、4年5ヶ月ぶりの新高値でしょ。ですね。それからこの円安の方はですね、まあ、円安そのものの大きな影響があって、ですよ。貿易赤字が1月の1兆6294億円っていうんでしょ。これはあの、7ヶ月連続の あの赤字で一番高大きいとこういうことはね、ちょっと威力がやや私は荒れすぎるんじゃないかと、株高いいでしょ、しかし円安が進むと、まあ、これからじゃ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 原油や食料の関係で物が高くなってきますわね、貿易赤字はどん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 増えてくる、新興国や他の国は、まあ起こりますわね、競争力持つんだから。 これ状況は、副総理どうなりますか、これから、どういうふうにお見通しで。どういう対応を考えなっているか、為替については具体的なことは言わなくても結構です。はい、あそう。副総理。あの為替のつきましては、もう円安等々のお話につきましては、もう一切お答えできません。ことはもう片山先生よくご存知の通りです。株、確かに高くなりましたら、間違いなく持っております。 気分としては可処分所得が増えたような形になりますんで、あの、なんとなく優雅な、豊かな気持ちになるのも確か、しかたがって気分という面に対しては確かだと存じます。ただご、言われました、言われましたように、この国は貿易をいろいろ売ったり買ったりしておりますんで、我々としては、主にいわゆる化石燃料をはじめ資源というものを輸入をしておる部分がありますんで、その部分が原発の部分で安く積んでた部分が石油に代わる。 ガスに変わるしかも急に変わってスポットで買う等々なもののことになっておりますので輸入価格が急激に上昇する結果としていわゆる貿易収支は大赤字という形になっておるというのは現状でありますのでこの状況がこのまま続くということは日本にとりましては大きな問題をの抱えておるということは確かなと存じます、まあ、虎之助君株高はねアクセル積んでもいいんですよ円安はねもうそろそろね これはブレーキを踏まないと、私はあのい,いろんな問題が起こってくると思いますよ、ただまあ具体的なところは言えないと言わなくて結構ですけれども、我が国ではね、円高阻止の為替介入は相当やってますよね、で円安というのはほ,ほとんどないんだね、調べると平成10年にね、あれは橋本内閣の末期でしょうかね、その松永大蔵大臣のときにやってますよ、円が130円ぐらいになるという。 まあね、円安止まるんでしょうか、100円で止まりますか、まあそ,その辺の回答はよく考えて、あるいは甘利大臣かもしれません、麻生はまりだからね、安倍がつくと 3A っちゅうんだそうですよ。<laughs> <laughs> あまり経済財政政策担当大臣。えとかつてあの、私の発言の部分的に捉えて報道されたことで、 円が安くなったり高くなったりし株が上がったり下がったりしまして、えー、この種の発言には極めて慎重にならざるを得ないと、えー、思っております。えー、まああの、えー、輸出と輸入それぞれ円のレートによって片方が良くなったりその反作用で片方が大変になったりとかいろいろあると思います。で 日本の国力を踏まえて一番適切なところでうまくバランスをしてくれることを市場が図ってくれるということを巻き対応するということぐらいしか私どもはちょっと答弁のしようがないんでございますはい片山虎之君ううまあこのくらいにしますそこでねもう一つのこのアベノミクスの問題点はねこの恩恵をねもっと広く及ばさないといのですよ今ある程度ね私は限定的じゃないか 例えば下請けだとか小売りだとか地方だとか特に過疎地だとかさらにはあまりく家計にですよ、これを及ばさないとね、実際に本当にですよ、緊急経済対策でよくなったということにならない、その具体策があるんでしょうかね、そこでなければ結果として2%上がっただけだということになる恐れがある、いかがですか。 ま、はい、り経済財政担当大臣あの極めて大事な点であります、えー、財政出動をおいたします、えー、補正が成立次第、えー、迅速な執行をおいたしますで、それが使い切ったところで効果が終わってしまっては、まあ、元もともともないで、それを次のもっと大きなあ経済主体、 動かす起爆剤にしていかなければいけないわけであります。ということは、今回の予算がこの、まあ、大きなこのなんて言うんですか雪だぶりを動かすときの最初の力というのは相当い,いります、これは、えーまあ、ある種その起爆剤を仕掛けてどーんと押していかなきゃいけないと、その後それがあのこう自動的に自動回転していくような仕掛けをしなきゃいけないと思って。 いますそこの仕掛けの部分はあの税制で,です、ね、設備投資を誘導したりあるいは補助金で設備投資を加速したりです、ね、あるいはあの素晴らしいプランでここに投資をすれば先が見えると思わせるようなプランを作るとでそのプランがただ掲げただけの評論家で終わってはいけませんから政府がそのプランには何らかの形でコミットしていくと。例えば 規制改革でこっちの方面に投資をしていこうにも現状ではこういう規制があって投資が生きないんじゃないかとそういう指摘に対してはその規制をあの省いてやるとあの今度のお成長戦略の中に国際先端テストというのがありますでこれは外国と日本を比べて外国にないのに日本にある規制、えー、制度でこれは正当な理由があるならそれは あの残すべきだと思いますが理由がないのに置いてあるものについては原則撤回をしていくと残すためにはちゃんと説得力ある説明をせよというようなあの仕組みも入れて、えー、いきますその種のことをいろいろ仕組んでいってその種火がです、ね、元の大きな500兆の経済全体に広がっていくあるいは 先生もかねてから指摘をされていると思いますが、民間金融資産が1500兆ぐらいあります、これが単に、えー、あのファイナンスに回るだけではなくて、ですね投資に回っていくと、そういう仕掛けをしていくということがとても重要だと思っております片山虎之介君。ね、三本の矢というのは私は正しいと思うんだけれども、金融緩和はね、これはやりすぎと副作用がありますよね、これはんな問題点がある、それから財政出動というのはね、日本の場合ね借金なんだから。 基本的には。ね。これは、これまた大変なもんだが、そ、それは最後に残るのは言われたような成長戦略なんですよね。で、これがしかし、すぐはできない。具体策のいい案がない。税制もありますよ。じゃた成長戦略では基本的には私はね、規制改革と、もう一つは地方分権だと思ってるお前は地方の関係を今までなかったからちゅいうんで、そうじゃないんですよ。個性ある、自由にいろんなことがやれる地方を、 育てたら、いろんなね、あれが育ってくるんですよ、産業だって、それからもう一つは私は女性の活用だと思ってるで,でそういうことの総合的なね、なんかがなきゃね、知りくれトンボとは言えませんよ、言えませんけれどアベノミクスは一過性になっちゃうそれが私はあると思いますけど、どうですか。はい財財務大臣指指摘ご指摘のののように一番番目番目二日銀の金融官は財政の 機動的な運営この1番目2番目はそこそここれまでの2か月でほぼ動いたさらに動くであろうという期待からいろんなもので株価が上がったりいたしているという。 のでだと、そこまでは来てるだと思いますが、その3番目のところは、これは残念ながら、民間がその気になっていただかんとどうにもなりませんし、個人金融資産が1,500兆弱、現預金だけで800何十,何十兆って言われておりますのに、加えて、法人の内部留保だけでも200何十兆っていうようなものが、全くじーっとしたらされてたら、はあ、安倍がこんなこと言ってから、何ヶ月も撃つんだって顔で見られてたら、とても持ちませんので、我々は、 またた民主党の二のみいいな <laughs> 期,期待だけで膨れ上がると具合悪いということになり,なりかねんと思って我々は多段の石として大事に勉強させていただきましたんでああいうことにならないように我々としては懸命に努力をしていき,きたいと思っております片山虎之助君そこでねアベノミクス絡みでそのいろんなことを言う人がおりますよね 私はね、今度の春闘厚労大臣おられますけれども、労働側の主張はね、私、全部飲んだらいいと思う。1%のベースアップ、定期昇給でしょ、あるいは定年制の延長でしょ、そういうもの飲めませんか、そういうことをね、安倍,内安倍政権というか、安倍内閣として、全部飲むと。アベノミクスの重要な一部だっち言ったらね、またこれはだいぶ変わってきますよ。それからね、円安メリットを受けている企業に還元させるんですよ。 政府として、円安メリットの還元、デメリットを受ける人、大でおるんだから、国民は、ね、そういうことはで、特にですよ、この円安で、ガソリンがどんどん上がる、食料が上がる、何が上がるっていう、そういう生活関係が上がってくるとすればね、それをどうやって抑えるか、場合によっては補助っていうのもあるのかもしれませんけれどもね、そういう対策考えられませんか、ど,どちらお答え、ね、お二人ともあがつきますけれども。それじゃあ厚生労働大臣 かからら手が上がっとるから、はいるはどうぞあのーまあ、春闘に関してはですね、私は担当の大臣でありますが、これはもういよいよ集中回答日が近づいてきております、労使でですね、えー、交渉されておられますので、直接やっぱり言及は避けた方がいいんだと思います、一般論としてはおっしゃられるとおり、総理もです、ね、経済団体、えー、お呼びをされてですね、えー、まあ、 ご依頼をされたということでございますからこれは大変大きな私は影響はあると思いますまあ何よりもやはりそのいろんな産業において違うと思うんです例えば輸出型ですと今の為替レート結果として今円安になっておりますけれどもこれは将来にわたってこのような輸出型の企業が利益が出るというふうに合理的期待をするとこうなってくればまあ 賃金は上が上る可能性は高いいと思います内需型の産業は、やはりある程度物価が上がるなという中で、利益を乗せて売れないことには、賃金上げられないわけでありますから、そのような環境を作るべく、今、あこの三本の矢をしっかりとですね、えー、さらに今伸ばしていくようにということで、頑張っているし第いでありますあまり経済財政担当大臣。 あの今回の補正でも、あの燃油対策とかあの、輸入物価の高騰対策はいくつか組んで、えー、あります、えーそのお。新年度予算でもいろいろと工夫があ、それぞれ担当大臣をもとになされていると承知をいたしております。い、え、ろ、ーまあ、んな対策はあの、やれるものはやると、そして総理も お春闘は,は置いてあの一時金等でもで,すねできるところはやってくださいとあれはまあ,あまり春闘に介入はしないぎりぎりの線であの総理も気をつけて要請をされているんだと思います、やれることはいろいろとやっていきますが、すべてこれはまあ言ってみれば料理で言えばまあサイドオーダーでありますからメインディッシュというのは経済をちゃんと正常軌道に デフレ化座脚して動かしてきて、それが格反のそのプラスのあの波及効果を及ぼすと、それが本本論だと思いますから、えー、そこを担当する私としては、その本論本論のお経済をあの好ましい姿で、えー、上昇軌道に向けるということに全力を投じたいと思っております。はい、ございます、あ。のね、トランスケちょっと私は言い過ぎなんですよ。労働側が言うことを経営側が飲みやすいようなね環境を 政府が整えてほしいということなんだ。言ってることは私、あんまり間違いじゃないと、ね、労働側の。どうやって、それを経営が飲みやすいように応援してやるかと、こういうことだと思うんです。もう時間がありませんからね、前回パネルを作ってね、見せなかったんで、あと叱られましたんで。<laughs> こ,これは、あの、見ていただきました。もう首都、主として財務大臣と総務大臣見ていただきたい。自主的かつ適切にと、法律で書いたんです。この法律は、 自民民党党党とと公明党と民主党が作ったですよです、ね、ところがですね、えー、今年の1月に決めたのはでしょ、国家公務員の措置を踏まえて、各地方自治体において、速やかに国に準じて必要な措置を講じろと、これは閣議決定なんですよ、ねまあ、閣議決定はね、それは政府がされるのは勝手ですけれども、これを地方に押し付けるっていうのは、ごがあるけれども、地方に求めるのは、 ね、技術的な助言中法律の根拠は、私はいかにも、それは技術的な助言じゃないと思いますよ、それから地方はこれまでにです、ね、これだけ人間の数を減らしてるんですよ、給与水準はね、瞬間風速で平成24年は高いです、国が7%、おそらく25年もそうだと思いますよ、26年は逆になる、ね、今度はあの地方じゃなく国が高くなるんですが、あの人件費というのは水準だけじゃありませんから。 でしょ。数から言うと、国は3%ですよ。都道府県はあー18%市。市区町村は15%ですから。もう、もうあの、はい、もうやめます。はい、はい。で、削減はね、これだけ1.7兆円、0.6兆円、2.0兆円でございますんで、26年どうどうするかなんです、問題は。ぜひね、信頼を取り返さないかんので、総務大臣は閣議で一人だけでも反対するぐらいの、 勇気をぜひ持っていただきたい。それが地方人の信頼をか勝ち得る原でございます。終わります。ありがとうございました。以上で片山虎之助君の質疑は終了いたしました。